続きまして発表番号11番、石川県の白山周辺地域における日本ジカの生息状況について、調査成果を捕獲事業へ活用と題して、石川県白山自然保護センター、石川森林管理所、北一仁さん、山口しずるさんに発表いただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました石川県白山自然保護センターの北一です。石川森林管理所の山口です。今回はこのような題目で発表させていただきます。これ以降日本ジカを鹿と呼びます。まず目次からです。皆様に向かって左側、鹿の生息調査については私北一から、右側の捕獲事業への活用については山口さんの方からお話しいただきます。所属機関の仕組み上、我々自然保護センターは、捕獲の主体者にはなりえません。そこで捕獲については山口さんの方から、お話をお願いします。まず石川県内の鹿の生息状況についてです。かつて江戸時代には多数の鹿が生息していました。これが明治時代には、駆除作業により激減し、捕獲が規制されることになります。これにより近年では、県内で約 2.5 倍の生息域が拡大しています。また生息数も増加傾向にあります。石川県の鹿の生息数を隣県と比較します。ご覧の通り、石川県より西の福井県や岐阜県では3万頭や6万頭と多いですが、反対に石川県を境に富山県ではおよそ1000頭と見積もられています。石川県でも1200から2600頭と推定されています。このことから石川県内の鹿は侵入初期段階にあると思われます。また石川県には標高2702メートルに至る白山がありまして、富山、石川、福井および岐阜をまたいで白山国立公園として指定されています。またこの国立公園には黒百合の高山植物群落や野生のクマなどが高い密度で生息しており、白山には原生的な自然環境と豊かな動植物等が残っていると言えます。ただ今後鹿が侵入するとこういった高山植物などに影響をもたらす可能性が考えられます。また白山は広大な面積を持った国立公園でもあり、多数の国有林を含んでいます。このことからさまざまな関係機関と連携することが鹿の対策に重要であると考え、我々白山自然保護センターと石川森林管理所さんでは平成27年から連携し、共同調査を実施しています。また我々以外にも環境省さんを交えて年に2回情報交換会を開催し、調査の報告などを行っています。これらのことから今回調査の目的としまして、白山周辺地域での鹿の生息状況を把握することが必要だと考えられました。方法です。今回は自動撮影カメラを用いて調査を行いました。これらのカメラの前を動物が通ると自動で動画を撮影してくれる仕組みです。設置期間は平成27年から毎年6月から11月の約5ヶ月で、今年も継続して行っています。また全ての都市で19台のカメラを設置しています。設置調査地域です。石川県の地図ちょっと小さくて見づらいですが、のうち南側の白山の地域です。この地域の中で南側、より南側をですね、白峰地区、より北側を中宮地区と呼びまして、南側に11台、北側の中宮地区に8台、合計19台のカメラを設置し、これらこの両地区を合わせて今回白山周辺地域といたします。結果です。データ分析の都合上、今回は昨年度までの結果をお話しします。まず、鹿の撮影回数、南側白峰地区についてです。縦軸が、撮影個体数で、横軸は、場所と年度を示しています。注目してほしいのは、このオレンジで囲ったところで全ての地点で鹿が撮影されているんですが、特に頻繁に鹿が撮影される場所がありました。次に北側の中宮地区の結果です。ほとんど全ての地点、年度で、
鹿は撮影されていますが、その数は比較的少数で、また撮影された場所も限られているという状況です。次に撮影された鹿の性別、年齢のクラス分けの結果です。注目していただきたいのはこちら黄色のバーでして、これは幼獣、全体の撮影数から幼獣、つまり子どもの鹿が撮影された数の割合を示しています。と南側の白峰地区では平成28年からと北側の中宮地区では、令和元年から鹿の幼獣が確認されています。幼獣が見られるということは繁殖が起きて鹿の個体数が増加している可能性を示唆しています。考察です。両地区の比較から白峰地区では、撮影回数の多さと、少し前から幼獣が確認されたことから繁殖地となっている可能性を示しています。反対に中宮地区では比較的撮影回数は少ないのですが、令和元年、昨年度には幼獣が見られたことから繁殖地となりうる地域があるのかもしれません。すみません、なるのかもしれません。これらのことから白山周辺地域では都市化が繁殖している可能性が示され、今後鹿の生息数の推移に注意が必要です。先ほどの発表から白山自然保護センターでは鹿の生息状況の把握に努めるため自動撮影カメラを設置し、その結果すべての調査年度で鹿が撮影されたこと、特に白峰地区では個体数増加段階に移行しつつあることが分かりました。この結果を踏まえて石川森林管理署では捕獲に役立てるデータを集めるため今年度から鹿の捕獲を始めました。今年度は鹿の捕獲が初めてなので、カメラに鹿が撮影されていること、捕獲に関する申請が少ないこと、見回りがしやすいことといった条件を満たす宝達清水町と小松市に箱罠を設置しました。まず宝達清水町にあるお清水観光造林についてです。この場所ではカメラを設置宝達清水町と令和2年3月に協定を結び、地域おこし協力隊も活用しカメラを設置したところ、鹿の存在を確認しました。そこで令和2年4月23日から柵後捕獲を避けるための熊が脱出できる穴の開いた箱穴を設置し、餌として米ぬかを使用しました。2カ所目は小松市にあるタルビ国有林です。この場所では自動撮影カメラを設置した結果、親子の鹿やそれ以外にもグループ複数のグループの鹿を確認しました。また近くに分集育林がある場所のため優先して捕獲を実施することにしました。箱穴は令和2年の9月25日から設置し、罠が作動した際に自動的にメールが送信される機能のある機器を使用しました。また餌は平球部とイクルを使用しました。結果です。残念ながら箱穴を設置した2カ所とも捕獲はできませんでした。お清水観光造林については箱穴を設置した後1ヶ月経った後に一度鹿は現れたのですが、その後半年経ちましたが一度も現れませんでした。タルビ国有林については熊が箱穴に興味を示していましたが、鹿は一度も箱穴を設置した後現れませんでした。考察とまとめです。石川県内では鹿の生息密度が低く下層植生が豊富な場所が多いため、鹿は罠を警戒し餌を食べにやってこないこと、また複数の野生動物が多く存在するため柵後捕獲をなくす工夫が必要なこと、この2点からこのような場所でも鹿を効率的に捕獲できる新たな捕獲技術の検討が必要であることが分かりました。また分布域の通り鹿にとっては都道府県などといった土地の境界は関係ないため、近隣の都道府県と連携していくことが大切です。今回 ICT を利用するために親機を設置しましたが、これは一つ設置すれば広い範囲内で呼気を使用することができ共有が可能です。今後はこれらを使用しつつ連携を行っていきたいと思います。また今回の調査結果を踏まえ今後白峰地区でも捕獲を行っていきたいと思います。以上の調査ではこれらのことが分かりました。以上です。ご清聴ありがとうございました。
と言ったらいいんだろう。それではご質問のある方はいらっしゃいますか。それでは添谷委員お願いします。ありがとうございました。私もあの北の方の国有林で鹿対策ちょっとかかったことあって非常に興味深く聞きました。であの、まあ、石川県内あのそんなにまだその推定の生息頭数は、まあ、あの富山とかよりは少ないということなんですけども、あの、まあ、センサーカメラのデータを見るとあのメスとか幼虫とかもかなりの割合になってるんで、まあ、侵入初期というよりはもう繁殖期にこう入ってるっていう理解のもとでのあの業務研究というふうに理解をしました。で、まあ、あの今後あのやっぱり越冬地をですねこうどう把握していくかっていうのがポイントなんだと思うんですけども、その辺例えばその GPS の首輪今後つけていくとか、なんかあのその辺の、越冬地の解明の取り組みについて何かこう今後のお考えがあればあの参考になるなと思いまして質問させていただきます。はい、ご質問ありがとうございます。今ちょうど白山自然保護センター僕の所属する機関の、職員の方が、大学の先生とかな、ちょうど協力しまして GIS でデータ打ち込んでその鹿の越冬地越冬適地になるようなところを今抽出しているっていうそういう調査研究は行っています。ただやはりまだ精度が高くないという話を聞いているので、今後データ積み重ねてより細かな抽出をしていったりする必要はあるかなと思います。また補足的かもしれませんが、地元の漁師さんに直接聞き取り調査を行って、実際にどういうところにいるかっていう調査、聞き取り調査を行っているということもあります。ありがとうございました。あのぜひあの、他県との連携とかですね、あとあの他の地域でもあの白山の取り組みというのはあの非常にあの参考になるところいっぱいありますので、情報発信とかもですね今後していただければ大変助かります。ありがとうございました。それでは他に質問ございませんでしょうか。はい、それでは、村上委員お願いします。はい、まあ、あの発表の中でもありましたように、鹿はあの県境なんか気にしないということで、同じようにあの民有林だろうが国有林だろうが、まあ、関係ないということで、まあ、新たな形の民国連携なのかなと思って聞かせていただきました。ちょっと確認なんですけれども、民有林国有林に19地点にカメラを設置したというふうに書いてあるんですけれども、まあ、下世話な話で申し訳ないんですけれども、この19地点のカメラを県の保護センターさんの方で民国合わせて設置されたのか、やはりこの19のカメラのうち国有林は国有林で民有林は県の方でというようなことなのか、ちょっと参考までにお聞かせください。はい、全ての地点で設置は、我々センターと石川森林管理所さんと毎年共同で場所の確認も重ねて全て行っています。で設置に関する許認可等については我々白山自然保護センターで一括して行っています。その後の管理については、中宮地区の8台は我々センター職員がで、残りの11台の白峰地区については、石川森林管理所さんの白峰の事務所の方に、協力してもらって、データの交換回収カメラのメンテナンスを行ってもらっています。またデータの取りまとめについては我々の自然保護中宮地区については我々センターで、白峰地区については森林管理所さんでそれぞれデータを、まとめまして、最終的には我々自然保護センターの方に集約いただいて、こういうふうなグラフ化したりその後の連携とか、どういうふうにしていくかというのはまた話し合いを重ねてこういうふうなアウトプットになっています。ではここでお時間となりましたので、発表番号11番の発表を終わりとさせていただきます。私は実は10歳ぐらいの時、ちょうど10年前にあの石川県に住んでいたのですが、あの石川県白山の食害を防ぐために、あの今後今まで積み重ねられてきたあの調査をもとに、さらにの深くより良い対策が取られて、あの食害を防ぐことを防げるということを願っております。ありがとうございました。ありがとうございました。